皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回はスプラトゥーン3の前夜祭のね、ダウンロード方法的なものをね、ちょっとね、今回動画にしていこうと思います。はい。もうさすがね、僕、ミヤクレ自身ね、ダウンロードね、さっきしたんですけども、ダウンロードの仕方ね、そんなまあ難しくないです。はい。まあ、ニンテンドーショップ行きましょう。はい、ニンテンドーショップね、行くと、おそらく一番上に出るかなと思うんですけど、まあ出なかった場合検索したら出ると思うんですけど、こちらですね、スプラトゥーン3前夜祭って書いてあると思うんですけど、こちらね、押していただいて、まあ購入済みになってるんですけども、現在予約というものができまして、でね、現在これ撮影日2022年8月24日なんですけども、明日ね、ついに前夜祭、始まるのはね、まだなんですけども、なんかね、軽くやるのはできるっぽいんで、楽しみです。こんな感じで前夜祭始まるのは、8月28日、9時から、まあ、21時、朝の9時から、夜の21時までなんですけども、まあできますって感じで、まあなんかね、いろいろできるっぽいですね。なんか、そう。まあこういうなんか、バトル系ならまだできないっぽいんですけども、軽く遊ぶことはできるっぽいんで、まあやってみようかなと思っております。はい。まあ皆さんね、よければね、スプラトゥーン3この機会に始めてみたらどうでしょうかという、ね、動画でした。はい、よろしくお願いします。てかもう、スプラトゥーン3ね、ほんと楽しみなんですけども、まあ、早速もう買いましたんで、はい。じゃあ今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。